まさか奇跡を見せてくれるとか。見えてるかもしれませんね。そうですね、はい、挑戦者はこの方です。挑戦者高橋。チャレンジャー高橋さんです。なんと高橋さんはかつて日本代表を決める日本代表決定戦に2回も出場した経験を持つ強豪。まあ、すごい方と対戦できるなっては思うんですけども、逆にまあそういった世界の舞台とか YouTube とかで活動されている方に勝てたら、僕自身ももっと強くなるのかなと思うので頑張りたいと思います。今回はワンデュエル制ということで、サイドデッキなどは使用しないので、シンプルに強いカードをたくさん入れたエルドリッチデッキっていうのを使おうと思いました。勝ちたいと思います。そして迎え撃つ一人目のハンターはこの方です。ハンターサンダー。さあやってまいりました、デュエリストハンター最初の砦。遊戯王を愛し遊戯王に愛された男、動画クリエイターサンダーさんです。本日選択してきたデッキはブラックマジシャンデッキ。その愛を見せつけます。遊戯王の原作からすると25周年じゃないですか。ずっとその歴史を知ってますので、まあ負けないですよね。なので今日はまあ僕一人で3人、まあ、今回使うのはブラックマジシャンです。前の V ジャンプさん のインタビューとかでも答えたんですけど、僕がボリューム1で発売日、ボリューム1の発売日に一番最初に当てたカードがブラックマジシャンなんですよ。それが今ここにあって、僕がボリューム1初めて発売日に当てたブラックマジシャンなので、ブラックマジシャンにはすごい思い入れがあるんですね。で今回のパックでブラックマジシャン強化が入ったので、それも含めてこう新しくさらに強くなったブラックマジシャンっていうのを見せていきたいなと思います。この遊戯王の長い歴史すべてを今日ぶつけていきたいと思います。チャレンジャーの高橋さん、本日の意気込みの方お伺いできますでしょうか。はい、5秒前から急激に緊張し始めました。大丈夫ですか。頑張ります。頑張ってください。はい、対するはハンターサンダーさん。はい、意気込み本いかがでしょうか。まあ、いい具合のなんか緊張感で今臨めてるなと思います。今一番ほぐれてる感じですね。そうですね、なんか緊張しすぎでもなく緩みすぎでもなく、なんかコンディションはいいと思います。はい、なんか朝うろうろしてたのがちょっと嘘のようなほぐれ具合ですけれども。してましたね。はい。え？さあ、そしてですね、今回デュエルのジャッジにはですね、サテライトショップ東京秋葉原店のスタッフの方に来ていただいております。今回のアルティメットデュエルのレギュレーションはこちらになります。それでは参りましょう、デュエル開始です。お願いします。最初はグッキャン。ということで、チャレンジャーの先行いただきます。エルドリッチデッキを選択、はい、そしてサンダーさんはブラックマジシャンデッキ。この2つのデッキのマッチアップということになりました。お互いに緊張の話をされてましたけども、ね、はい、この場面で緊張しないわけないですよね。いや、そうですね、この豪華な外装といいますか、こんなとこでデュエルしたことある人なかなかいないんじゃないかなと思いますけど。そうです、ね、ここでリラックスしたら逆にすごいです、はい、大物。これこのワールドチャンピオンシップとはまた違う緊張感がある。そうなんですよね、このデュエルのフィールドとなった形になるかなと思うんですが、はい、さあお互いにカード5枚ドローして、エンフェイズ入ります。まずは先行はチャレンジャー高橋さん側。チャレンジャー側は神の宣告2枚と、はい、赤き血染め3枚。エルドリクシル3の神の宣告2という、この非常に強力なカードですが、フルハウス状態の手札になっております。はい、なかなか偏りっぷりですが、はい、しかしこの赤き血染めめちゃめちゃ強いですから、そうですね、相手のターンでエルドリッチ出して自分のターンで大音響に変えてっていうのが、都合3ターンできると考えると、めちゃめちゃ強いのではないかなと。4枚セットでターン終了。盤石。はい、
神の宣告、神の宣告、赤き血染めのエルドリクシル ×2 という、そうですね、はい、この言葉の並びだけで強くないですか、このいやもう強いです、セットカード、はい、1枚ずつ使わせていっても、なかなか厳しいものがありますよね、はい、いいでしょうか、大丈夫です、ハンター側、ターン移りまして、サンダーさんのターンになっております、魂のしもべ、永遠の魂、ブラックマジシャン、エフェクトペイラー、あと2枚なんだったかな、イルージョブカオス、増殖する G かな、はい、はい、手札が1枚。はい、なんか血染めは絶対特殊召喚する効果なのでそれに対して増殖数字は使えるとしてまず最初の動きをどうするかですけどイリュージョン・オブ・カオスの効果こちらバトル・オブ・カオスでねシンプルに出たばっかのカードなんですけれども、はい、イリュージョン・オブ・カオスの効果早速使いましたねこれについて、はいはいブラック・マジシャンこのカードすごい強いんですよねブラック・マジシャンを敵から手札に加えて、はい、ブラック・マジシャンのカード名が示されている敵の一番上に戻しカード名のモンスター手札に加えてカード発動したいです一枚上に戻せないです、はい、なのでこのカードを戻すこともできますねはい、はいがあることによってもともといろいろとさまざまなカードにアクセスしやすかったブラックマジシャンデッキが、はい、よりそのアクセスするカードにアクセスするカードが来た形ですよね。そうなんですよね、はい、特に強力なコンボがマジシャンズソウルズでマジシャンズソウルズを手札に加えてイリュージョンオブカオスをデッキに戻すとそのイリュージョンオブカオスをコストにマジシャンズソウルズの効果を使えるのもかなり強力かなというところがあるんですがここはマジシャンズロッドから、はいまあ、このカードは消費なく召喚したときにプラス1で、まあ、ブラックマジシャン関連の魔法トラップカードを手札に加えることができるのでそちらを選んだ形ですかね、はい、あとは手札に手札からデッキの一番上で戻すカードが何かというところですが、はい、決まったのでそのカードを、はい、じゃあ真ん中やっぱりフェストベーラーですかね、はい、使うではなさそうだなというところフェストベーラーをデッキの上に戻す、はいこうすることでイリュージョンオブカオスまた次のターンも使えますので、はいはい、温存すると次のターンも使える、はい、いいことがありますねさあ手札に加えてもこれ初手にブラックマジシャンまたありそうなのでありますね愛されているハンターさんだしかしマジシャンズロットを召喚を無効にしてくれるこのカードから例えば黒の魔導陣とかそういったことにつながるとなかなか厳しいのでこれは召喚自体を無効にして対処していく、はい、ライフは4000になりますが攻めの起点を潰されてしまったハンターサンダー二の手三の手用意できるかまず永遠の魂をセットすることで相手のターンにブラックマジシャンを特殊召喚したりブラックマジックを手札に加えたりということができますの で、はい、でその準備をしてというところですかね手札にブラックマジシャンがあるのが幸いですね墓地にはないので手札になかったらこのまま永遠の魂には手札に加える効果しか使えなかったんですがちゃんと守りにも使える、はいしかしチャレンジャーの高橋さんデッキ墓地からですねデッキ墓地から相手のエンドフェーズにこれは赤き血染めのエルドリクシルを発動していくデッキから、まあ、結果的にはエルドリッチモンスターを特殊化する効果そうですね、はい、で気にして増殖する G はいじゃないです増殖する G で1枚ドロー、はい、となるとエフェクトベーラーのドローになりますかねこちらはあ確かにその後シャッフル挟んでないですよねマジシャンズロッドが無効になったので、はい、確かにこういったカードがそのまま配られることになるただし相手のモンスターがエルドリッチなのでエフェクトベーラーは、まあ、通常召喚してリンク召喚につなげたりというとこともできますの です、ね、まだまだ使い道がないわけです、はい、何かありますかないですどうぞ、はい、じゃあドローフェイス入ります、はいドロー、はい、おー、戦士側は強欲で金満夏棒、はい、さらに神の宣告もあるとあれ盤石、1枚使ったのにまだある盤石ですねいやいやいやただそれを突破すればライフが2000になるのでブラックマジシャンの攻撃一発で勝つことはできるんですが果たしてその隙を与えてくれるかどうかですよね強欲で金満夏棒エクストラからカードをはい、3か6枚除外するんですがランダムなので相手を選ばせるという処理ですね、はい6枚除外して2枚ドロー、はい、ここに妨害手段はないと思うので、はい、グスタフマックスが2枚ジャガーのトリベも2枚、うん、ランク10はなかなか厳しそうですね、ないです、はい、じゃあ2枚ただ手数が増える、はい、やはり遊戯王カードにおいてカード2枚ドローは強いですねそうですね一気に選択肢がおそらくエルドリッチと強欲で金満夏棒2枚目を処理後は大丈夫でしょうかね、はい、大丈夫ですここで、はいもう1枚エルドリッチしかもこのエルドリッチあの2枚目の強欲で金満夏棒を捨てて効果を使うこともできたりするのでこ、はい、のターンはもう1枚しか使えないカードを捨てに行きながら自身を特殊召喚することもできますね、はいまあ、温存して次のターン使うでもいいんですけれどもセットカードを直接墓地に送るような効果を使うことができるそ、ねはい、おそっちでいった、はい、します赤き血染めのエルドリッチを捨てられることで相手のカードを1枚墓地に送る、はいここは
長期戦を見据えてカードをドローできる、はい、ピンポイントで永遠の魂の方を選ばれてしまってますね。まあ、チェーンして手札に加える効果を使うしかないんですよね。墓地に送る、墓地へ送るですね。墓地へ送る、はい。チャレンジャー側は長期戦を見越して、あとはアドバンテージを計算して強欲で金マナ壺を残したんだと思います、はいはい。何かあっても次のターンにリターンが返ってくるような選択をしている、はい、永遠の魂、はい、そして永遠の魂、で墓地を食らってしまうので、サウナがブラックマジックを持ってくる効果を、はい、ゼロやっぱり効果を使います。個人的にはサウザントナイフ加えてもらいたいところありますけど、そうです、フィールドに出ているエルドリッチ、はい、効果で破壊されないのはついてないので対処することも可能ですね。おそらくはブラックマジック、そうですね、まずやっぱどちらを加えてもやっぱりブラックマジシャンの特殊召喚にこぎつけなければいけないところがあるの で、ね、まあ、次のターンイリュージョン・オブ・カオスでマジシャンズ・ソウルズを手段に加えれば永遠の魂がなくてもそれを達成できるのを読んでどっちにしようかなと。ブラックマジックですかね、はい、ブラックマジックを手札に、しかし神の宣告が待ち構えている状況ではあるというところですね、はい、まあ、ライフをねさらに半分にさせることはできるんで、そうですね、見た目上2000まではライフポイント減らせそうなんですが、はい、しかし攻めに転じられないと、テキスト確認してもいいですか、苦しいですね。ありがとうございます。この後エルドリッチ2ターン目が出てきたら合計6000のダメージが入るんですけれども、まあ、次のターン、まあ、ライフは残るので次のターンは迎えることができそうですね。もしかしたら、まあ、処理後大丈夫です。そうか、赤く沈むエルドリッチの効果でデッキからセットした黄金鏡をコストに2ターン目を出すことができますね。そうすれば手札の合役で金マナ壺は温存できると、はい、ただ、合役で金マナ壺の効果でエクシーズモンスターがグスタフ・マックスが2枚、ジャガーのオトリベが2枚いってしまったので効果ダメージでそのまま押し切ることはなかなか厳しそうですが、はい、残っていれば、まあ、グスタフ・マックス等々、そうですね、エクセス召喚すれば、まあ、2000ポイントダメージ3500、2500、2000でぴったり距離をつけることもできそうなんですが、はい、ポストでセットしていた赤き血染めのエルドリクシルを墓地を組みながら手札加えて、手札に加えて特別特殊召喚、はい、攻守戦アップ効果に破壊されないが相手ターン終了時まで続きます。はい、2500から2500になろうかというところ。さあこれがまたこの罠デッキでありながらこのモンスターの攻撃力が、はい、そこそこ高いっていうのがエルドリッチの強いところですね。2ターンぐらいで手をつけてきたいので、はい、3500ですよ、ここで、はいはい、しかも消耗戦にはめっぽってないので、ありがとうございます。そこがやりにくいところですよね。1000ダメージで残りライフ2000、逃げずに入ります。除外されてますように、除外されてますように、除外されているお祈りしている、除外されているお祈りしている。これは不幸中の幸いが、はい、アンカーサンダーの目にはグスタフマックスが色濃く出ていますが、はい、出なかった、はい、ということで墓地へ行った赤き血染めのエルドリクシルの効果で除外してデッキから黄金鏡魔法トラップをセットすることができる。表割るやつですよね。エルドリッチがいるときに特殊召喚したら追加で表側表示のカードを破壊することができる、はい、表側を選んで破壊、はい、まあ、縁の魂だったり黒の魔導陣だったりが破壊されちゃう強力なカードですよね。セットしている魂のしもべで次のドローのカードを操作することができるので、 で、ね、はい、それで手数は稼げそうなところもありますかね。ハンター側セットカードはあと、まあもう一つが神の宣告処理後ということで、やはりセットカードを使わせなきゃいけないので、はい、神の宣告を使ってくれればなんとか一発通して決着というところになるんですが、終了、はい、ターンエンドまでエルドリッチをキープして、はい、いやでもこういう動きが一番強いですからね。そうですね、盤面が有利取ってるときは下手に動かず相手に押し付けていくのが、思わずハンター側も良かったと声が漏れましたけれども、はい、このね2体の攻撃プラスグスタフマックスでライフぴったりっていうのが、あでもよく考えたらエフェクトベーラー持ってますもんね。あなるほど、そういう確かに、はい、向こうにはできる。そうですね、そうですね、まあ、それを使わずに済んだっていうところもまたまた大きい、はい、ところですかね。エンド時考えてますかね。はい、やはり魂のしもべ
一つに、はい、ブラックマジシャンのカード名またはブラックマジシャンガールのカード名が使用されたカードかブラックマジシャンの位置、はい、いずれかを一番上に置く墓地から除外する効果もありまして、墓地のブラックマジシャンブラックマジシャンガール、はい、じゃないです、ブラックマジシャンブラックマジシャンガール守護神官カードの種類までドローすることができるので、はい、まあイルージョンオブカオスなどで、マジシャンズソウルズを加えてコストでブラックマジシャンガールまたブラックマジシャンを墓地に用意すれば、うん、1枚ドローに繋がる、はい、がるのでかなりこの強力な動きができますよね、はい、ここでデッキの上に置くことを選択したのはマジシャンズソウルズ、はい、でこれがデッキの一番上に置かれます、次のドローが確約されます、で、ターンもらいます、はい、どうぞ。ここで移ってハンター、はい、サンダー側、そうですね、逆にチャレンジャー側からしたらエルドリッチがもうすでに揃っているので、あとはこちらの、はいはい、まあ手数を減らしてくるようなカードを冷静に対処していけば、うん、次のターンを迎えて大きく勝利に近づくことができますので、まあ、どれだけハンター側が手数を稼いで相手のカードを乗り越えていくかというところが焦点になりそうです、はい、はい、まだ3500ですね、ここで、はい、マジシャンズソウルズの効果まではいけそうですので、その手札プラス魂のしもべが1枚ドロー、そして敵からレベル6以上の魔法を使いますが、はい、ですが、でイリージョンブカオスも残っているので、はいはい、マジシャンを持って、こっちのブラックマジシャンか、はい、ブラックマジシャンガールを選んで特殊召喚する効果を選んで発動する、死体を特殊召喚する効果かなと思います、はい、ブラックマジックがありますからね、そうなんですよ、ただそれを防いだところから試合が動いていく、はい、ブラックマシャンの召喚に合わせてコンキスタドールで破壊することになりますね、特殊召喚後、まだこっちから、はい、黄金鏡のコンキスタドール、ブラックマシャン、あ、ブラックマジックを手札に加えているのは分かっているので召喚させない、はい、さあもう1体用意できるかどうかですが、まだ通常召喚はしていない、はい、ただその通常召喚だと神の宣告で召喚を始め無効にされてしまうところがあるので、イリュージョンオブカオスの方から先ほど温存していたイリュージョンオブカオス、デッキからブラックマジシャン関連のカードを手札に加えながら、さらにカードを1枚デッキの上に戻す効果を持っていますが、ブラックマジシャン関連のモンスター、まあ、マジシャンズロットもしくはやはり見ていますね、合体竜ティマイオス、このカードを手札に加えてエフェクトベーラーをデッキの上に戻して、合体竜ティマイオスの効果でブラックマジックを捨てて特殊召喚して融合、ありますね、ありますね、はい、しかもその流れであればモンスター効果しか使っていないので、はい、神の宣告の発動機会がないのでは、はい、これは一筋の光が見えました、まさか奇跡を見せてくれるとか、見えてるかもしれませんね、そうですね、はい、逆転の1枚、いや、さすがハンターのひらめき、これぞ、はい、ありましたね、ひらめきが、はい、合体でティマスと手札に加えていく、もう長年の知識経験、はい、ここで発揮してくれるとは、自身が特殊召喚できて攻撃力2800ランがめちゃくちゃ偉いですね、このカードは、そうですね、はい、あ、そうか、魔法使い族モンスターでもいいからエフェクトベーラーでも捨てることができますよね、はい、も見た目温存で2800でエルドリッチを蹴散らしに行くこともできそうなので、確かに、はい、魔法使いモンスター1体またはブラックマジシャンのカード名が使用された魔法罠を墓地へ送って発動できる、さあ来るぞ、モンスター効果で特殊召喚と、これはチャレンジャー側コンキス、はい、神の宣告を温存したいからコンキスタドールから使ったのに、これをそうですよね、逆にしていればここ対処できたかもしれないですが、実質裏目に出た形になりますね、ブラックマジシャンとカオス儀式モンスターの融合、サンダーさんフィールドを駆け抜けるのか、はい、これは販売促進につながる動き、ありがとうございます、超魔導戦士マスターオブカオス融合召喚、バトルオブカオス好評発売中、いや素晴らしい、いや素晴らしい、これお手本のような使い方、これぞハンター見せるプレイ、はい大丈夫です、じゃあ融合召喚成功時の効果、はい、自分の墓地の光闇モンスター1体を対象としてそれを特殊召喚しますよという効果を、対象は、はい、完璧に決まっている、完璧ですね、まあ、そうですね、残りアイフポイントも4000ですので、はい、3000のマスターオブカオスが睨みを利かせていると、マジシャンズソウルズで、はい、大丈夫です、召喚がマジシャンズソウルズ、ここで処理棒ありますか、はい、大丈夫です、
じゃあマスターオブカオスのさらなる効果。さらなる効果、ね、いや強いぞこのカード。自分フィールドの光闇を1体ずつリリースすると相手フィールドのモンスターをすべて除外する効果を。いや決まったじゃないです。うわ、エルドリッチが除外されていく。除外されたら何も繋がらない。コンキスタドールも除外ですので、そうですね、王族を呼べない。完全ダイレクトアタックスタイルです。完全直接攻撃通って残りレクセン。ギリギリエルドランドの効果が使えるくらいは残りました ね、はい、そして神の宣告もライフは関係ないので残っていれば使えるというところなんですが、フルパワーで展開しましたので盤面の処理は成功してますが、はい、相手に対する妨害がない形。そうですね、マストオブカオス有効召喚したこのカードが戦闘効果で破壊されたら墓地の魔法カードを手札に加えることができますね、はい、そして魂のしも、あ、ごめんなさい、魂のしもべ使ってないですよね。なるほど、まだ1枚ドローが、ね、はい、残っている。これ速攻魔法は相手ターンでも、いや、こちら起動効果になります。起動効果になります、ね、はい、しかし墓地にある赤き血染めのエルドリクシルの効果で黄金鏡魔法トラップをセットする、はい、コンキスタドールもしくはワッケーロ。これはエルドリッチが2体なくなってしまったので追加の方の効果は処理されないんですが、ひとまず相手の攻撃を防ぐことはできそうですね、はい、壁としては使える、はい、ステータスみたい。赤口の血染めのエルドリッチ確か3枚使ってしまったので、そうですね、初手に固め引きしていましたので、このコンキスタドールが仮にやられた墓地に行った時に効果を使ったとしても出てくるのが、まあ、黒き目覚めか白き定めになるかなと思いますね。で最後の3体目のエルドリッチをなんとか手繰り寄せなければ、そうですね、厳しい状況になるかな。超魔導戦士マスターオブカオス、はい、スタンバイ突破できるのかどうか。しかしここで取っといた強欲で金満な壺が、強欲で金満な壺が輝いてくる。いやそうですね、まだまだ分からん、はい、おそらくもう6枚除外、6枚、ね、ここはエルドリッチを手繰り寄せたい、ね、はい、もうコンキスタドールがセットされている状態なので、はい、エルドリッチを直接出せる何かにつながればマスターオブカオスを破壊しつつダメージを与えることができそうですが、はい、サンダさんも残りライフ2000ですかね。2000、一発通れば、はい、あとワンパンチが通れば、さあ見せてくれるのか、はい、ドローはスキルドリーン、そしてワッケロ、いやしかしディフェンスとしてはそうですね、都合3体分ですか、はい、攻撃を守る分にはちょうどいい。コンキスタドールワッケロが立ちはだかることはできます、はい、そしてマスターオブカオスで仮に除外されようものでもバトルフェーズに特殊召喚すれば関係ないので、はい、マスターオブカオスの除外効果は起動効果ですので、はい、セット、はい、見た目まだ負けてなさそうな、そうですね、セットカード4枚ですが、ただ、黄金鏡カードはエンドフェーズに効果を発動するので、はい、はセットして、ハンター側のターンに効果を、はい、まあ、自分の特殊召喚する効果を使ったら、はい、次の自分のエンドフェーズにエルドリキシルをセットすることになるんですよ、はい、赤き沈めはもう3枚使ってしまっているので、はい、白き定め、手札は墓地にないんですよね、はい、黒き定めとなるとさらにもう2ターンかかると考えると、はい、大丈夫です。ちょっと攻撃を受け切ることができるか怪しそうではある感じでしょうか。移りましてサンダーさん側渡っております、はい、ただ神の宣告がありますね。そうですよね、まだ神の宣告、そして先ほど引いていたコンキスタドール、そしてワッケーロと、はい、さあここで残していた魂のしもべ効果発動、ブラックマジシャンとブラマジがあると、守護神官の種類分ドローするので1枚ドローですよね。今1種類しか見えてないのでワンドローしたいです、はい、はい、大丈夫です。していく今手札に常にあるカード、マジシャンサルベーションですかね。サルベーションとハカーナの指名者、ブラックマジックかな、ブラックマジックっぽいですね。いや、ブラックマジック先ほどコストで捨てていましたので、ああ、ごめんなさい、エフェクトベーラーをコストで捨てて、あ、なるほどです。デッキに戻したのがブラックマジックだったので、はい、また引いたのがブラックマジックだったと思います。さすがにね、このマスターオブカオス名称はブラックマジシャンではないので、そうですね、ここで決まるとすごくなるんですが、バトルフェイズに入ります。ここはそのままスタートでアタックしたいです。はい、大丈夫です。行くしかない、はい、となると時間を稼げている。うーん、高橋選手側、まあ、エルドリッチを呼び戻すのに都合2ターンかかる、1ターン目は無事に終われそうですね、はい、そして終了です。あ、でもそうか、このコンキスタドール効果を、あ、違うな、ハンター側で発動しますもんね、はい、はい、墓地のコンキスタドールの効果ですね。エンドフェーズコンキスタドール、あ、元からいた感じですね。元からいたのであればこのエンドフェーズにエルドリクシルが加わるのでセットできるので、このコンキスタドールは前のターンに自身のターンで
特殊召喚しています、はいはい、で今戦闘破壊で墓地にしたコンキスタドールをハンター側のターンで使ってないからいざ、ね、いざから使えるってことで、はい、であれば次のターンでもうエルドリッチが用意できますね、はい、そうすると惑星のとコンキスタドールが、はい飛び立つことができる、はい、となると墓穴とそしてブラックマジックではその猛攻を止めきれないか。そうですね、マスターオブカオスが破壊されて魔法カードが手札に戻ってくるとはいえダメージを受けてしまうのは止められなさそうなので、はい、サンダさんも残りライフ2000ですので、はい、どっちの赤き1度目のエルドリクシル効果、黄金鏡魔法トラップをセットする、ワッケールをさらにセットしていく。黒き目覚めのエルドリクシルは守備表示で特殊召喚なので、はい、もしかしたらその分の攻撃は通らないかもしれないんですが、逆にそこを見越してワッケーロとコンキサドールをエルドリッチなしで特殊召喚しておくことによって、はい、エクシーズ召喚することもできそうなんですが、はい、ただ強欲で金満のツボで、はい、残りのエクストラが少ないですよ、ね、見えたのが、アーゼウス、はい、リバイスドラゴン、はい、ギャラクシーアイズソルグレアドラゴンという。なるほど、ランク5ではない、はい、そうなるとそのプランが取れないので、メインフェーズ、こちらは高橋さんのターンに入ってますか、ね、はい、まだ続きそうかなと、はい、ワッケーロ特殊召喚、結構カードの数が増えてきてしまいました、相手のエンドにワッケーロ特殊召喚して、はい、ターンを移っています。なるほど、攻撃力1800ですね、はい、メインフェーズ、はい、高橋さんが引いたカードは、はい、金満で研究なツボ、まずは先ほどセットしていた黒き目覚めのエルドリクシル、はい、手裏敵から、はい、これで3枚目のエルドリッチないです、はい、守備表示で特殊召喚、はい、召喚、まあ、このターン2000以上のダメージを受けることはなさそうなんですが、ただあそうか、ワッケーロがあるので、そうですね、ワッケーロもう1枚セットしているの で、はい、でコンキスタドルおそらくもう1枚あったと思うので、ね、それでマスターオブカオスを墓地を送りながら、ワッケーロワッケーロでなるほど、いけそうですかね。結構場面が込み入ってきましたが、はい、勝利への道筋が見えた予感がしますね、はい、ありがとうございます。3番の効果、ありがとうございます。戦闘効果で破壊されたら墓地の魔法カードを出られます。守護コンキスタドル発動、コンキスタドルもある、攻める分には問題ないと。そうなんですよ、はい、大丈夫です。これが特殊召喚されて、エルドリッチがいるのでマスターオブカオス破壊されていく、はい、ので墓地に魔法がない、魔法がない、そうです、ね、なるほど、回収できないですね、はい、はい、じゃあバトルフェーズ、はい、このままバトル500と1800で、はい、500と1800、2300、さあこのダメージを通っていって、まずは1戦目挑戦者高橋さん勝利となります。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。激戦、いや熱い試合でしたね、これは熱い熱い、いいものが見られました。素晴らしい、挑戦者高橋さん見事勝利となりました。このデュエル振り返ってみていかがでしたでしょうか。はい、はい、練習不足を露呈した試合だったなって感じるので、次は自分のミスないように頑張りたいと思います。こちらから見てるとそんなに大きいミスしたようには感じなかったんですが、見事だったと思いますね、はい、これからもまだ控え、はい、2戦控えているので自信持って頑張っていただければと思います。ありがとうございます。さあそしてハンターサンダさん、はい、いかがでしたでしょうか。今回のデュエルに関しては見せ場作ったんじゃないですか。いや素晴らしかったです。いや、お見事でした。はい、いやもう2体並んだからもうここしかないだろうって思ってワンチャン息切れしてくれればっていうところで、本当に結果的にこちらから見てると最上のプレーをされていたなっていう印象を持ちますけれども、実況席こちらにいるスタッフ一同大盛り上がりでありましたので、ね、仕事はした、はい、本当にありがとうございますお見事でした、お二人とも、はい、さあそしてこのデュエル振り返ってみていかがでしょうか、佐々木さん。はい、やっぱりフィールドを駆け抜けたマスターオブカオスはかっこよかったんですけれども、やはりその粘り勝ちを粘り強さを見せたチャレンジャー側はしっかり勝利を勝ち取ったというところで、これからの活躍にも、ね、期待していきたいと思います、はい。